世界で最も売れたソロアーティスト、キングオブロックンロールエルビス・プレスリー。つま先立ちのセクシーなダンス、激しいロック、そしてド派手な衣装、そのすべてが世界中の若者たちを熱狂させた伝説のシンガー。そんなプレスリーに40年以上憧れ続ける歌手が日本にいます。チャーリー・ニーシオさん。プレスリーのかっこよさに衝撃を受けた中学生時代、以来リーゼントを貫き、プレスリーの素晴らしさを次世代につなぐべく音楽活動を行っています。ジャパニーズ・エルビスを咲かすという大会で、幸運にも私優勝させていただきまして、世界大会に一応日本代表で出させていただきました。似てないじゃないかって似てないんですよ、似てないんですけど、まあ、僕なんかやっぱり心意気で勝負してる方ですから、はい。ライブライフをご覧の皆様、こんにちは。チャーリー・ニーシオです。どうぞよろしくお願いいたします。歌手生活、まあ、昨年40周年を迎えられると、はい、おかげさまで。おかげさまで。40年。はい。歌手を目指したきっかけからちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。14歳の夏にですね、はい、テレビをつけますと、めちゃくちゃかっこいい男が映ってまして、はい、それがエルビス・プレスリーという、はい、アメリカのシンガーでございました。はい、でも一発でしびれまして、わこんな人になりたいと思いまして、はい、でまあ、すぐに近所の薬局行ってポマード買って、この髪型にして46年でございます、はい、あテレビやったんですか。テレビなんですよ。エルビス・プレスリーが亡くなったというニュース番組だったんです。はい、僕の中2の夏にエルビス・プレスリーは天国に行ってしまったんですね。エルビス・プレスリーの追悼の雑誌が本屋さん、もううちの近所の本屋でもずらっと並びまして、もう片っ端からそれを買い求めてエルビスを研究するという夏休みを過ごしました。そこからずっとリーゼント。そうなんです。もう46年前からそのポマードでリーゼントを貫きましてですね、多分まあ日本で一番ポマードを消費した男当時はね、なかなかポマード自体もメーカーが少なかった。柳屋さんっていうね、ポマード植物性なんですよね。でものすごい匂いがするんですよ。だから母親からもよく怒られました。もうあんたご飯をしなくなるから、もうそんなのつけるのやめてって言われながら、いやこれせなあかんねんってね、学校の先生にも、この西尾くん、そのなんかコッペパンの下みたいな頭やめなさいよく怒られたもんでございます。はい、でも先生、これはもうエルビス・プレスリーだからと。皆さん、リーゼントって言うとなんかここに注目されがちなんですけど、割と重要なのはこのバックスタイルなんですね。いや綺麗です。ここを決めたいんです。ここにこだわりたいんです。ぜひ今日本日のお召し物はこちらでございます、エルビス・プレスリーが69年にラスベガスのショーをね、ホテルのショーをやるインタビューの時に着ていたジャケットでございます。襟の高いっていうのも、実はエルビス・プレスリーは自分が首の長いことをちょっとコンプレックスに思ってて、だからこういつもこうシャツのカラーをピッと立てて着る着こなしをいつもしてたんですね。はい、だから僕も学生時代は必ずこうシャツの襟は立てるっていうのをやってました。もういつも家出ていくときにお母ちゃんがそれを直しながら襟立ってんで、こう立ててんねやいうのを毎日やってました。もともと小学校4年生ぐらいの時に、僕はローゼンビート少年少女合唱団というね、はいはい、合唱団、合唱団、ドイツかなと思われたと思うんですけど、はい、兵庫県の川西市にあったんですけどそこでその音楽の楽しさを教えていただいて、で一生懸命そのクラシックやってたんですけど、でも中学2年生でそのエルビスを見てそっちに転向しました。でエルビス・プレスリーを好きになって、はい、でアメリカのその音楽、オールディーズだったりとか、ドゥーアップっていうその50年代に流行った音楽に興味を持って一生懸命深掘りをしていくわけですよね。でその時代のファッションもすごく好きだったんですよ。なのでそのファッションと音楽をずっと追い求める少年だったんですね。で大学1年生の時に、当時オールディーズ、1950年代とか60年代ぐらいの音楽をやるライブハウスが日本中でちょっとブームになってた時期なんですね。
ケントスという六本木にあったお店がそのフランチャイズで日本中にできまして、で今度神戸にもケントスができると、でそこのボーカルを探してるってことでオーディションがありまして、まあ、オーディションを受けさせてもらって、で、まあ、一応ボーカルで使ってもらったので、学生のバイトでそのオールディーズを歌い出したんですね。何しろもともと好きなもんですから、ファッションもこれですしね、もう楽しくて楽しくて、その後のロカビリーっていう、はい、あのストレイキャッツっていうバンドがちょっと流行になったんですけど、はい、18の時にそのロカビリーを終わって2回目の28の時にもう一度来たので、その時に僕東京に行って、その定築レコードっていうところがあのゴーキャットゴーというロカビリー専門のレーベルを作って一応デビューさせていただいて、でその海外から来るいろんなアーティストのオープニングアクトっていうんですか、でその透明版ライブとかその一緒についてやらせてもらったりとかして、すごいいい経験しました。ジャパニーズエルビスなんですよね。そうなんです。2012年に行われましたジャパニーズエルビスを探すという大会で、あの幸運にも私優勝させていただきまして、絶対しますよね。エルビスの生まれ故郷メンフィスで行われた世界大会に一応日本代表で出させていただきました。エルビスをのその著作権を管理している団体がやる一番正式なあのイベントなので、エルビスのレガシーを次世代に受け継ぐ人を探すんだという心意気のもとにその財団がされているので、もうエルビス・プレスリーの世界代表を決める、もう見た目は似てて当たり前ですよね。僕なんかもその中でも目立っちゃいましたね。似てないじゃないかって。似てないんですよ。似てないんですけど、まあ僕なんかやっぱり心意気で勝負してる方ですから、はい、別に、はい、今日は生歌も披露していただけるということで、あ、ぜひ。エルビス・プレスリーはあの生涯700曲のレコーディングを残してくれて、で、まあ、僕はそのレガシーを次世代につなぎたい思いがあるので、ずっと頑張ってエルビスの歌も歌ってます。その曲の中でも彼の一番最初に出た映画のタイトル曲を聴いていただければなと思います。ラブミーテンダー、優しく愛したという歌です。
今回大阪十三でライブを開催するチャーリー西尾さん、オールディーズから昭和歌謡まで幅広い名曲を披露するだけでなく、多彩なゲストを迎えて繰り広げるエンターテインメントショーとなっているようです。会場がですね、十三にあるグランドサロンっていうキャバレーなんですね。あの落語家の月手雄峰さんで、あのお嬢さんず音曲漫才っていうんですかね。で、あとあのマジックショー、マジックもあるんです。佐藤祐樹さんと、あとあのタップダンスを披露してくれる、はい、スティーブ・ミラーさんと、でなんかそんなショーを作ってみたいなと。ダンスフロアもございますので、まあ、思い思いにダンスも楽しんでいただければなと思っております。会場に足を運んで生で楽しむ魅力みたいなところってどういうところだと思われますか？歌手ってめちゃくちゃ幸せな仕事なんですよ。なぜならばまず歌うことが自分は好きじゃないですか。でそれを聞いてくださる、楽しんでくださる、でその時間を共有させていただけるってめちゃくちゃ幸せなことじゃないですか。なので来てよかったなって思っていただきたいっていう思いがすごくありますね。だからお客様がくださるパワーと、そのバンドが背中から押してくれるパワーで自分が持ち上がった時のその感覚を知ると、またやりたいって絶対思っちゃうんですね。だから歌を歌ってる人みんななんかそう思ってると思うんですけど、6月16日グランドサロン十三ホットレビュー、ぜひ皆さんお運びください。絶対楽しいステージやりますんでお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。